だいたい今82、83%が自動車ですよね。あと12、3が IT ですよね。ファクトリーオートメーションって言ってますけども、やっぱり一番大きいものではですね、まあ単品で言えばロボットですよね。ロボットが大体、例えば私ども安川さんのものをやらさせてもらってますけども、2年前は一応1300台販売させてもらったですね。だから今安川さんの国内の代理店では私どもがおそらくダントツであろうというふうに思ってます。うちの工場でいろんな抵抗溶接の制御装置を作ってますよね。ほんで一応まあ車の組み付けラインありますよね。ダーッと流れてくるロボットがダーッと来るので、あの辺の全体のラインというものをかなり私どもはやってるんです。それが大体ファクトリーオートメーションと言ってますんですけど、そういうものが一番ダントツに多いです。